今回のタイトルがナチュラルとフレイバーっていう言葉を使ってるんですけど、この陶芸って自然のものを使って自分一人のものでできてくるものではなくて、その自然の素材と寄り添って制作していくっていうことで、そういった雰囲気をこの展覧会のインスタレーションで感じてもらいたいと思って、そういうタイトルにして、やりました。この作品については初めて平面作品、壁の作品をやりたいと思って、この石は焼くと膨張する石で、焼くときはこれはこう横にして焼くので、その膨らんだ感じがこう平面になることで、よりこう膨らみ方が複雑になるっていうふうに、それが面白いんではないかっていうことでやったシリーズです。それとあとよりこのドロップを加えることによって、自分の中で陶芸のドローイングみたいな感覚でやってるのかもしれないです。窯に入れて焼き上がった後に窯の蓋を開ける時にどうなってるんだろうっていう感覚があって、もうダメになって落ち込むというかなる時もあるし、でそれを見るのが楽しみだったりします。はい、こっちのタイプはこれのちっちゃいものも作ってて、そこからだんだんもうちょっと大きいものを作ろうと思って、こういう球体になりました。まずきっかけはこっちのお茶碗から始まったんですね。立体にしようってなった時にどういう形にしようかって考えたんですね。でも複雑にすると自分が伝えたいこういう釉薬の面白さだったりっていうのが伝わりにくくなるんではないかと思って、もうそんなの何も考えなくてよくて、ただ土とその見せるのに、一番シンプルな形で見せたいっていうのがあって、分からないですけど、球体、自分の感じたその焼き物のプロセスの中から見つけた感動だったり、あとは自分がその普段生活している中での感動みたいなことが全然何も知らない方に伝わるっていうことはすごい嬉しいことで、だから次にまたそこでインスピレーションが湧いて、また次に作れるっていうこと、その繰り返しだと思います。